よし、やるよ。もほー、あちゃう。ここだな、最後の迷宮とやらは。多くの学校の文化祭で見られそうな展示型の出し物のようですね。誰も人来ない系な。真面目な感じか。なんで残念そうなんだよ。ここで終わりだよね。私頑張るから、迷惑かけないから、一緒にこの学校から出よう。もっちのローンクマよ。クマ、レイちゃんのためにハッスルしちゃう。クマ、気持ちだけにしてくれ。行こう。Thank you.
り、すごいね、お祭りだ。私お祭り大好き。お店いっぱいあるかな。べっこ飴とかりんご飴とか、あとベビーカステラは外せない。姉ちゃん少し元気出たみたいだね。ここ郷土店ですよね。なんでお祭りなんでしょう。祭りの形は各地方によって全く異なり、非常に多様と言われます。郷土文化の研究には欠かせないファクターだと言えるでしょう。ファクター、俺の人生で言う機会一回もこなそうな単語だな。しかし文化祭だって祭りなのに、その中でさらに祭りか。ああ、ここが最後の霊宮だし、中心部みたいなものかな。にしても祭りか。おみこしとかあるかな。ちえ、おみこし担ぐの好きだったよね。お菓子もらえるんだもん。おみこしってお菓子なの？チョコレートとウエハースでわっしょいわっしょいなの？それベタベタになるじゃねえか。ガンジ、おみこし見かけたら担げよ。似合いすぎ。ふんどしがねっす。いや、そこまで本気出すなよ。おみこしはふんどしがいるの？うん、そういうお祭りもあるけどね。時々ニュースで見るやつ。ああ、ふんどしの男たちがなんか水かけたり棒に登ったり、おみこしの上で踊ったりな。ふんどしの男たちがシロップかけたりチョコバナナに登ったり滑ったり、思いっきり腰やんで踊ったり。お祭りってすごい。この奥もそうかな。いや違うだろ。違うと言うなら、
まったく。Mm-hmm.